ん、私がただいまからこの2つの試作品を食べさせます。まるちゃん、おいしいおいしい、そっちでお座りして。はい、お座りして、お座りして、お座りできるかな、お座り。まずは 0.5g の鹿の粉末の入ったディアポケットをここで開けます。任せて、お座りして、お座りして。なんだ、切れないな。どうかな。ここに3つあります。これに匂いが入る。ここちゃんは見てやって、これ見てやって、ママ。おお、なるほど。ここにあります。ぷっちゃんに、あの、もしろ過やるんなら大丈夫、そのまましてる。頭半分消えてる。何が乗る、折れてない、切れてない、下が見えない。あ、はい、そっちです。お座りして、ちゃんとお座りしてください。今、はい、お座りして、匂い嗅いで。あ、飲む飲む飲む。宮原選手と樋口選手は5日以上の同じエリアで隣同士でモーニングアップを行っていました。宮原選手は黙々と下半身のトレーニングやジャンプをする時の足の、どうでした、そこからあのロカをしとって、ブロックかシベリアか、もう一個ずつ作るからね。シベリア。これで実はこの中に入れます。一個しか入んないぞ、これ。硬いな。一個しか入りませんね。で丸。ちょっと硬いな。3つ入れたいんだよね。1個しかいないな。だって大きさが全然違うもん、イルボケット。これダメだよ、精神にやってよ、精神。なんでシベリアやる必要ないじゃん。苦いからやってるじゃない。あ、苦いから。どうじゃ、ゆかちゃんにやる必要ないじゃん。ゆかちゃん、何そのおよだれ。およだれが漏れてます。ゆかちゃん、美味しかった。ゆかちゃん、美味しかった。じゃあ次は、はい、次は、こちらの方行ってみましょう。じゃあお座りして、お座りして、お座りして。あ、そっちバックして、バックして。今度は1g です。1g のやつに。柔らかいものがない。2つ、確かに。はい、ぽいちゃん、お座りして、お座りして。いいかちゃん外出してて。薬だけ。どうですか。おしゃはうまく2つ食べましたね。はい、お刺して、お刺して。もうあとどうかな。いい匂いがするぜ。
じゃあ今日は牛車に来るの大変だよこれ。あ、牛車に来るの大変ですね。こういうような形になります。まあ、マルチョンバックして、そして、はい、今何キャッキャンするよだれ、あーよだれすごい、イカちゃんよだれがすごい。マルちゃん邪魔でしょ。どうですか、美味しいですか。1グラムの方がやっぱりあれかな、ちょっとおしゃれして、1グラムの方が食いつきがいいね、やっぱ。何が1グラム鹿の粉末、はい、おしゃれして。もう1個は 0.5 グラム、それは1グラムの方がいいですよね。あ、まあ、小さい。どっちの方が柔らかいの？そんなにね、だいたいちょっとベタつく。あ、うん、まずいね。だちっちゃいやそれでちょっと。1個入るのがやっと。もうちょっと。うまいで。なるちゃん、なんなのそれ。おしまい。はい、ありがとうございました。